リベンジだ。えー、っと、今回もですね、この名場面ベスト開けていきたいなと思います。でね、楽天から届きました。結構ね、あの、早い対応でした。休業日って書いてたと思ったんですけど、なんか届きましたね、すぐ。で、今回も開けていきたいなと思います。で、狙いはもちろん、カツキング。カツキング以外いらないです。なんかしかもね、カツキングが今一番高いらしい、なんか値段。一枚ね、 3000円から4000円ぐらいで、やばいよね、値段。でもね、正直言っちゃうと、正直、カツ、カツドン、カツ丼大好きマンから言わせていただくとですね、あのー、まあ、嬉しいんですけど、あの、強いことには、あの、エースカードとして強くあってほしかったかなっていうのが正直ありますね。あのー、切り札、勝負、ボルメテウスとかもさ、まあ、強いんだけど、 強いエースカードなんだけど、なんかちょっと物足りないみたいな感じされてるじゃないですか。あんな感じで良かったんだよな、正直。なんか、エースカードじゃなくてなんか、環境デッキの中枢カードみたいな、なんか、中間を役割、中間の役割みたいになってますけど、そういうのじゃなくてね、なんか、もうちょっとエースカードよりの性能が良かったかなって感じですね。イラストもクソかっこいいんでね。じゃあ開けていきたいと思います。 これがね、あの、発想がクソ遅か、あの、発想クソ遅いというか、ボックス入れ忘れてたやつなんで、ここでカツキングが出ないっていうことは、あの、許されません。<laughs> で、スリブもね、今回用意してます。いや、マジ、頼むぜ。な、まあ、これカツキングだけなんで欲しいの。あ、カツキングだけじゃないね。なんだっけ、あの、革命の絆ってやつも欲しいね。 これね正直言っちゃうと、切れ札勝負ボルメテースも欲しかったんですけど、ま、あの、一泊でね、はい、1パッ泊じゃない,い、最初のボックスで、あの、ジョージョラゴンみたいなの出ちゃったから、もう、カツキングしか狙いません。二箱しか買ってないんでね。で、ベンちゃん、これマジ最強すぎる。虫のんのん、ノンノン。セーフスパイラル。オッケー、またセーフ。お燃える革命、ドギラゴン。レジェンドカードじゃん、さ 即、レジェンドカード来ました。これね、なんか一箱に1万円やし。まあ、え、かっこいい。え、かっこいい。これは、買ったかな買ったっぽいけど。え、かっこいい、これ。やったー。嬉しい。これちょっとじゃあ、スリブに入れよう。当たったレアカード全部スリブに入れていくか。値段わかんないからね。あんまり値段のことはよくわかってないですね。高いカードはわかるんですけど、めちゃめちゃ高いカードは。 あのー、あまり知識が、まだ。まあ、あ発売して、まだ3日目かなだから、そんなにない,ないんですよね。よい、出た出た。僕らの友情パワー、これね、勝ったの、親友たち。ね。うお、初めて出たボルシャックファイヤーだって、全然わかんねえや。竜の呼び声。まだ違うね。いやー出た畜生畜生2枚目ですよ、もう。畜生いらないよ。こんなにいらないです、畜生は。 じゃあ、これの。こっち、硬いスリーブだからね、こっちは。こっちのスリーブの方が、あ,あの、ガード力は高い。で、もう、最悪だよ、もう寝起き。ほんと寝起き。あの、何あれで起きたわ。あの、このの、これを届ける宅配の人の、あの、ピンポンで起きた。最悪だ。エマージェイうわ、画質悪いんだよな。でもカメラ越しだと、画質よく見えるけど。エマージェイ オッケーミラクルストップ。お出たこれ高いやつっすよね。嬉しいな。あ、これ初めてだ。これ置いとくか。黄昏地獄剣だって。まず大丈夫だ。え、レジェンド2枚出ることなんてあんのレッドゾーン。レッドゾーンです。やったー。進化クリーチャーだって。えー 硬いスリーブ。もうね、これ。余ってるやつもどうせデッキに使えないですよね、このスリーブたち。枚数が足りないから。レッドゾーンだって、バサラってやつだっけ、こいつ。なんか見たことある。あいや。なんか昔さ、なんかコロコロに、なんか、なんだっけ、デンジャロス小さに、なんか、ロケランみたいなやつで吹っ飛ばされてるキャラいたよね。 そいつがバサラだったかな確か。そんな気がするんですけど。はい。嬉しい。これ嬉しいんですよね。うわ嬉しいまだ大丈夫かまだ大丈夫だね。はい。滅亡の光。これも前回出た気がする。わかんないけどね。これもわかんないんですよね。やっぱ漫画読んでる人とかだったらさ、 激圧パックなんだろうね。え、待って、やばい。ガイアール・オードラゴンって書いてる。え、かっこいい。え、なんか24マナとか書いてる。え、かっこいい。これも初めて見る。グレンモルト。聞いたことある。強いんじゃないグレンモルト。聞いたことあるから。バサラ。レオ。<laughs> 2連続で <laughs>。あ、見たことない、これ。二の丸。だって。 成長したミロマルなのかーで、かわいい。すげーいいな。これなんか、前に当てたよね、なんか。ほい。ガイアールカイザー。だって。え、これもカッタだ。え、すげー、カッタパックじゃん、今回。カッタめちゃめちゃ出てる。カッタのさ、あの、横向きのやつも出てたし。え、いいね。なんか、ここだけ、下のやつもあるのかななんか、中途半端な感じになってますけど。 え、でもいいな。カッタパックだ、今回。嬉しい。やっぱ、カッタが一番好きなんですよね。カッパ、かカッ、カパじゃねえ。カッパじゃねえ。カッタが一番だよね。あ、カッタカツタどっちで呼んだらいいの僕ずっとカッタで言ってるんですけど。温泉ボイラー。来た。これも地味に強いやつだよね。大集結。アクアブラザーズ。あ、これ初めて見る。引き金二度と。引き金は二度引かねえ。あ、これ名言だ。聞いたことあるよ。す、大丈夫かアブゾドルバ。 オッケーああ、出た。これもね、これもいいんですけど、か前、前に当たってないやつがいいな。せっかくなら。うわあ。やっぱこれ、売り切れ続出なのかなでもさっき Amazon で見たらね、普通に在庫あるんだよね。まあ、定価よりは高いですけどね。ちょっとぐらいは。300円ぐらい高い。けど、白騎士、スパーク。牛二郎。 ついにクラス、クラッチ、メラメラジョーカーズ。そうそう、来そう。まだ来てない。あ、アダムだって。え、これ嬉しいんだよね。なんか全然、どのキャラかわかんないけど、カードかっこいいなと思って、普通に。アダム様。これ欲しかったんですよね、地味に。やった、嬉しい。置くとこないんだよな、カード。レッドゾーン高いのかなレジェンドカード2枚出ることなんてあるんだね。 どのカード、どのレアリティのカードが何枚一箱に出るのかがね、わかんないんだよね、よく。まあ、だから感覚で、フェアリーライフ。おっとっとっと。all for o ルシファー、ールシファーって高いのなんか、書いてたな。オッケー、まだ大丈夫。龍の呼び声。大丈夫だ。ああ<ー>来た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 嬉しい待って。 はい。嬉しいなこれ、これ多分ね、当時僕読んでたんですよね。だけど、こいつ、カツ、キングの時に出てないよね。このキャラ、確か。その後もね、多分読み進めてて、こいつ、システム、ルシファーだっけ知ってるもんだって。うわ、いいなこれ、めっちゃ欲しかった、これ。やった、嬉しい。しかも、これ高いよね、地味に。1200円ぐらいだった気がする。強いんだよね、確か、普通に。え、嬉しいな これでカツキング出たら、え、マジで買ったパックじゃない今回。すごいカット出る。嬉しい。アポカリプスデイ。なんとかなんとか。あ、出た。いいよねこのカード。なんか最終巻の表紙かなんかあって書いてた気がする。ブラックタッチ。す、誰ですか <laughs> マスターレアだって。999、キラ、99キュクス。 全然わかんねえ。誰これ最新のキャラかなわかんないな、これ。うん。わかんないけど、なんか、急にアニメ感強いな。うん。ねこ、こういうカードの方が僕はちょっと好きかな。このパック、このパックに関してはね。ま、アニメのカードもいいんですけど、やっぱ漫画の方がさ、燃えるよね。マインドリセット。DNA スパーク。友達パワー。 そろそろ基礎金、ま、あの、大先生でや、違う。え、やばくねえ、これ、待て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 。待て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 。待て待てえ、やばくねえ、これ高かったよねこれ。レッドゾーン、レッドギラゾーン。え、これクソ高かった気がする。3000円ぐらいした気がする。え 結構紙ボックスなんじゃないえ、これでカツキング出たらさ、やばいよね、このボックス。え、でも、え、なんか高いカードいっぱい入れたからカツキングは入れないみたいな、そんなのはやめてほしい、普通に。ブータンです。鬼寄せの術。先行の守護者、ホーリー。ひっくり返したれや。そろそろ来そう。まだか。ボルシャック、ネックス。うーん、よくわかんない。ボルシャックネックスとスーパースパークです。 やばい、スリーブなくなってきたな全部、なるべくね、スリーブに入れたいんですけど。まあ、まあ、畜生とかスリーブに入れなくていいかな。あれ、200円ぐらいだったからね。やっぱ高いカードは傷つけちゃダメだからね。ジ・エンド・オブ・エンジン。まあ、自分の、あの、カードの価値的にも、あの、世間のためにも。っていうか <laughs>、世間のためにも <laughs>。よくわかんない。切り札の里。えー、そろそろ来そう。あ、ごめんね。よく手当たっちゃうんだよね、三脚に。 違うな。まあ、これはいいや。スリーブに入れなくて。これ前回も当たったね。これは無限のカード。もうよくわかんないな。もう。神の試練。なんかあれかな精神と時の部屋みたいな。そんな感じのやつわかんないけど。ラリーライフ。温泉ボイラー。ダチッコチュリス。ミステリーキューブ。オールイエス。まだか。うーん。 これもね、地味に値段したっけ ?400 円ぐらいだったっけうん。いいんじゃないボル、なんてっけボルシャッククライシス、クラシスネックスみたいな。あれも高いんだよね。あれも当たるなら当たってほしい。これ大丈夫なのか小学生に、ま。結構なんか大人のお姉さんみたいな感じだけど。アルカリアスパーク。オーガンブラスター。 いや、待って、もう分かっちゃったんだけど。いやー <laughs> 違うー違うんだよーいやーなんでこんなカツキングをきれいに避けていくんだいや、もう、かっけえんだな。かっこいいけどさー。えー、またボックス買うの、僕。これ、カツキングね、絶対自分で当てたいんですよね。かっこよすぎるから。 いや、かっこいいけど。いやー、かっこよ。バカかっこいい。バカかっこいいけど違うんだって。いや、マジか。え、でも他に高いカード出てるから文句言えねえんだよな。あんまり。マザーホール、ユジロ、ダチッコチュリス。いや、また出たじゃん、これ。はい。うわ、ラスト一パックだ。 いや、嬉しいんだけどな。嬉しいんだけど、カツキングなんだよな。ベイビーバース。はい、あ、また出た、これ。はい、お出たエターナルなんとかなんとか一。おい。うわ、マジか。カツキング出てくれよ。でもかっけんだよな。バカかっこいい。かっこいいな。 うわぁ、カッツキングが良かったなーじゃあちょっとまた値段調べていいんで、うん、ま、あ、でも高いね。キル切り蓋処分ボルメテイス、1280円。普通に高いんだよな、まあ、カッツキングが高すぎるだけでさ。この高いんだよね。KGM は一生出ないな。んで、あ、QQX みたいなやつも400円。割といいんじゃないここの、ね、マスターカードの中で一番高い。 で、ま、ドギンダムはでなくて、ドギンダムうん。んで、なんだっけキングカード。あ、これか。燃える革命、ドギラゴン。これも400円。まあまあいいんじゃないここでガイハートがね、出るか出ないかでだいぶ変わるよね。出なかったね、2つとも。で、ガイアルカイズ、勝利宣言をね、まる。うん、出てないね、ここも。 ロマノックとかも欲しいんだよな。ボルメデとか。流星改造も出てない。おい。レッドギラーゾーン高い <laughs>。高い。で、これも高い。レッドギラーゾーン高いな。嬉しい。ね。レなんだっけ、もう一体。あと、ね、あそう、ボルバルザクシーデンドラゴンも欲しいんですよね。うわ、高い。ボルシャックなんとかアンドスーパー。高い。で、革命の絆も高い。 うわー、アダムも高い。うわ、バカ当たりバカじゃん、これ。で、まあ、他は、そうだよね。まあ、あまりかな。闇をゼロとかも高いんじゃね。うん。まあ、このあたりか。ね。でも、あれも出たしね。この、やった、デュエルだ、みたいな。 やつも高かったもんね。ないんだっけ ?500 円ぐらいだっけあれもさ、これね、これ、ボルシャック・クライシス・ネックスこれもね、うん、欲しかったなっていうところはありますけど、うん、あほら、580円すんだよ、これ。これ、動画撮れてたな、んか途中でね、これ、充電20%以下で捨て出たらさ、撮れてるのか不安になるんだよ。 みたいな感じですね。でもこれもさ、ルシファーとかも地味に値段するね。150円。はい。てな感じですかね。まあ、これもね、高いもんね、地味に。はい。今回はそんな感じでした。カッツキング出なかった。<laughs> カッツキング出なかったよ、またで。でもこれとかさ、まあ、普通に高いカード出てるから。うん。いや、でもこんなにね、カッターがちょっと出てきてたから、やっぱカッタ。 カッツキング出るかなって思っちゃったなカッツキング出て欲しかったけどねガイアールカイザーの値段何円だったっけ忘れたけどはいみたいな感じですかねレッドゾーンはいじゃあ今回はレッドギラゾーンが出ました <laughs> バイバーイチャンネル登録をめちゃんこしてほしい